この3つの液体に紫のレーザーを当ててみましょう。左の液体はワックスを溶いた水で、光の道筋を見せてくれます。真ん中の液体はお酒を割る時に使うトニックウォーターで、なんと水色に光ります。右の液体はビタミンを含んだ炭酸飲料です。こちらは黄色く光っています。実は、後の2つはレーザーの中の紫外線を使って光っていました。この現象を蛍光と言います。